運畜エウレーカークイズー。イケボ坊でしたね。<laughs> <laughs> いつもね、高い声で入ってですね。うん、ねちょっと低い声でいた。たまには低めで、あいいと思います。ち,はい、ちなみに運痴かエウレーカークイズって水野さん何でしたっけ？はい、えー、クイズなんだけれども、うんえー、その問題自体が雑学になっていて、うんうん、こう答えを聞くとへえそうなんだという驚きがある、うん、そんな一度で二度おいしいクイズのことをそう呼んでおります。うん 水野さんずっと一度で二度おいしいって言ってるけど俺それ一粒で二度おいしいだと思うんだよな <laughs> そうです <laughs> そうですよねよかった俺が間違えてるのかなって思って、はい、<laughs> あまりにもずっと言うから <laughs> はいそうですねなんで、はい、答え聞くだけのクイズじゃなくもっと面白いものという面白いうんちくを探そうという企画ですでは早速武藤君本日はどんな切り口なんでしょう 今回は、えー、ゆる言語学ラジオサポータータコミュニティあああれですよねゆる言語学ラジオのサポーターコミュニティディスコードの中ではうんちくよりかクイズというチャンネルセ、ね、ットがあって。 で、うん、その中で日夜、うん、あのクイズオタクたちが問題を自分で作っては出し合い、うん、っていうやり取りをずっとしてますよね, <laughs> すねずっとやってますね、はい、あれもうとんでもない問題数ありましたよねなんかひ<ど>何百問かなかったっけそ,<れ>そうですねみすずさんって方がまとめてくれていてですね、うんはい、今時点で800は超えてます <800? S 2> そんな出てんの な、はい、めてた俺、えー、200ぐらいは出てるだろうなと思ってたけど800も出てんだ確かにあのスレッドめっちゃ活発っすよね、うん、めっちゃ活発で平日でも1問とか普通に出ててへえ毎日出てんだそんなになんか一回さ、うん、その場でいい問題思いついたからさ、うん、スレッド立ち上げてみたんですよ、うん、でこうあれウミガメのスープ形式に実質的になっていて要は武藤君みたいな取材役がいないのでやり取りをするんですよね、うん、だしスレッド立ち上げた人間がが、えー、誰かが例えば これは何々に関係ありますかみたいな質問したら、はいはい、こうスタンプでマルカバスカを打ち返すみたいな、うんうん、なんだけど。 問題出して僕満足して、普通に休日で遊びかなんかだったから、普通にこう、スマホ見てなかったんですよ。そしたら、あの、もうすでに正解出ちゃってんのに、俺が反応しないせいでめっちゃみんな考察してて、あ、ごめんごめん。っその初期の段階でこの答えでした、みたいになって、気になりました。出題役としてゴミかすのパフォーマンスですね。<laughs> 最悪ですね。いやでもさ、うん、僕とさ、武藤君とさ、堀本さんが一緒にいるさ、うん、あの、共有メモ帳っていうさ、はいはいはい ひたすらうんちくだけを投稿するディスコードではさ、うん、このやり方が普通じゃないですか <laughs> そですこんな速度でさ質問されることもないし <laughs>、ね、クイズ出して基本的に誰も答えないから1日ごとかに答えを出すみたいな、うん、そんなスパンだからしきたりは知らなくって、うん、でもなんかルール整備してる人もねいてこうなんていうのあそうなんだ何、ね、かありませんあのこうしてくださいのとかもなん,かなんとなくあ確かあれですねあのメンションそれ専用のメンションがありましたねクイズ答えたい人は、えー クイズ回答者っていうやつを。あったわ、クイズ回答者ってロールあるわそういえば。サポーターコミュニティ。なんでそれつけてやると、三十分以内には必ず何かしらの反動が帰ってくる。知らずにね、普通に放置しちゃいましたね。なるほどね。あと、俺、管理者なのに、何も知らない。あ、クイズ回答者って、そういえばあるわ、あれ、そういう意味だったんだ、って今なりました。まなのよね、あの、クイズマジでやりたいぞと、ゆるげんがぐらいじゃ足りねえぞという方は。サポーターコミュニティ入るといっぱいあります。そうですね、はい。 っていうそのサポーターコミュニティ内で出題された問題ということですかはいそうですね800を全部見てる余裕はなかったのでうん、うん、その中で、えー、次戦多戦をしてもらってそこから、えー、3問今回は持ってきました厳選ですねはい、はい、800分の 3, 3> はい、はい、俺が出したやつ選ばれてるかな <laughs> ちょっとね回答者としてのあ出題者としてのパフォーマンスがゴミカスだったから <laughs> その原点が大きくて選ばれてないですょう、ね、そう,ょうね多<分>はい じゃあ早速1問目お願いしてもいいでしょうかはいえー、みすゞさんからいただきましたあじゃあその整理してくれた人がはいはいはい願いお願いします鈴上ね女子短期大学の、えー、学科コースの一つに言語学情報文化学科日本語、うん、日本文化ほにゃららコースというものがありました、うん、奇抜なコース名から、えー、希望者がわずかしかおらず学内からも歴書に書きづらいという逆風があり定員割れで 2015年に閉鎖されましたかわいさてどんな名前のコースだったでしょうかあ,<ー>あう、ね、なるほどなるほど面白そう、はい、大学名もう一回伺ってもいいですか鈴上峰女子短期大学鈴上、えー、と日本語日本文化〇〇コースでしたっけ日本語日本文化〇〇コースーーなるほどまあでもすんなり当てられそうではありますけど、ね、あ本当ですかなんかだから長いカタカタナう。あはいはいリンリンギュイスティックス、うん なんとかコースみたいな、スーパーリングシックスコースみたいな、脱税脱みたいなことじゃないですか。もなんかね、マルチメディアコミュニケーションコースとかそんな感じですよね。マルチメディアコミュニケーションコース。エウレか。違います。カタカナの路線は合ってますか。合ってないです。おお、なるほど。予想だと思うんですよ。予想を裏切ってきますね。なんかそのめっちゃ国粹主義者だと思われそうな名前とかね、なああ、なるほどね。例えばあの。 天皇陛下万歳コース作んねえだろさすがにさすがに作んないしちょっと間違えましたねそうなんかそういう方向さ書きづらいってのはそういうなんか思想がはっきり出ちゃうみたいななんかだけどそういうこととかあるまあああるかもしれないね天皇陛下万歳コースえ売れか違いますあ違うか日本丸丸っていう方向性ではいいと思うんですよねその並びで来たらなんか日本丸丸で履歴書に書きづらいとかなんかユニークすぎて志望が でも日本語日本文化って並びですから日本語日本文化ほにゃららコースその時点で結構行きたい学生多そうですよねそうだね面白だから相当の原点がないとそうだね多分行きづらいってならないですよねそうだねだからなんか分かんないけど「アラフィフ教授みっちりマンツーマンコース」とかそういうことですえ売うれか違いますああ違うかね面白い俺の好きなタイプの回答だ面白いそれ <laughs> でもそれぐらいのさ、なんていうのか生き、ね、づらいなって思わせるものが最後のやつにないとうん脂肪が少なくて、れてそうだね、なんかさ、マンション名とかでよくあるのはさ、はい、名前が大げさすぎて恥ずかしくて書きたくないみたいなやつあるじゃん、あのめちゃめちゃさ、6畳ワンルームのアパートなのになんとかグランドキャッスルみたいな、や嘘つけーってなって書きたくないみたいな、ね、あるある。 ド派手なそうそうそう。だから、日本語、日本文化、IQ195 への天才たちが集うコース、みたいな。<laughs> だっせぇ。<laughs> だせ <laughs> みたいなやつじゃないですか。賢すぎて書きたくない。エウレカ。違いますうん。日本語、日本文化、その他すべてコース。エウレえか。<laughs> 違います。いいですね。新ラバン賞コース。<laughs> そ,うそうそうそう。<laughs> え長い、長いっていう路線はあってます。長くないですね。長いんだ、長くないんだ。んだへ<ー>え。日本まるまるって方向性はあってます?。違いますね。あ。そうなんだ。日本語、日本文化、オフコース。もちろんでっすっ。先行するなら、日本語、日本文化、オフコース。<laughs> これです。よろしく。 違います。でもそう、グって感じはいいですね。あ、グって感じはいいの？え、お、すごい意外なところから海をってきたよ。すごいね。グっていう感じはテンション上がる感じなんだね。確定コースみたいな。何それ？どういうこと？パチンコみたいな。ああ、確定コーみたいな。だからなんかそういう揚げ揚げな感じですよね。日本語日本文化学んじゃおうぜ爆上げパリピコースみたいな。長いってね。違います。うん まあでもなんかねそういうことだと思うんだよなグッっていう感じだからテンション高いノリだよねえ学ぶ内容が入ってくるんですよねそのまるまるには入らないですねおはあやば何それ日本語日本文化満点コースみたいな <laughs> はいはいはい <laughs> 違います全力コース違いますでもそういうことなんだろうね,ね方向性としてはこういうことな気がするんだよな違いますで違う全力コースみたいな感じじゃない,いではないですねへえ ちななみにえななんていう理由でそれ忌避されたんでしたっけ書きづらいまあ履歴書に書きづらいといった声がシンプルに書きにくい日本語日本文化星みたいな記号が入ってきたあだいぶいいですえさすがすげえ角田広パターンね <laughs> そうなんですよ,、ね、ですよ小学校主席で出てます<笑><笑>大したことないね小学校主席は <laughs> 地域のやつしか集まってないから <laughs> そういうことだなえー、だから あーなるほど。記号であることは合ってるの音符とか<す>ま記号講義の記号ですかね。ほー日本語日本文化空白コース違いますこれから羽ばたいていく皆さんには無限の可能性がありますよ書き込むのはあなたですよっていう理由で「日本語日本文化空白コース」うん、ゲロクリシェ <laughs> ゲロクリシェ言っちゃいました。はい 日本語、日本文化の後ろに顔文字が来る。とか、絵文字が来る。ああ、ありそう正解です。ああ、くそそれだわやるやんやるやんそれだよかったそれだわさすが小学校の出席ですからね。さすがですわ違いますね。解説お願いしてもいいですかあの、解説とかはないですね。何が来るの絵文字っていうのは。えっと、カッコ、キャレット、キャレット、カッコ閉じるで、ニコニコ。ニコニコか。読みはニコニコ。 だそうですね。えっ、ー、と一文字でなんかめっちゃにっこり笑ってるあの顔文字が入ってるってこと？あ、いやえっと,えと多分複数文字だね。カッコ開き、開き、キャレットキャレットカレットキャレットっ,て何っけ？あの上にああはいはいはい二乗とかに使うんですか？はいはいはい、あそうですそうです ああ、なるほど。<laughs> 明るいね。明るい、ね。<laughs> すごいね。日本語日本文化イエーイコースってことだよね。よねニコニコこ詳、ね、しく学べそうですけど、リレクションにきついな、それちょっとしんどいね。いや、でも、いかない。リレクションにきついなって言うと、実際にそこ出られた方は、ちょっとよくないですそね。まあでも、うん。まあ気持ちはわかりますよね。そうです、ね。なんか、書けづらいっていう人の気持ちはめっちゃわかりますね。うそうだなー そうだね面接でもちょっとなんか言いにくいなって気持ちになっちゃいそうです、ね、僕は突っ込んじゃいますね、うん、どういう感じなの<ん>これみたいなニコニココースですかってなりそうそうですてかあれだねなんならふざけて書いてるなこいつって思われちゃいそうです,がすですねだからもうあの面接来て「お金玉でかおです」って言ってるやつと同じカテゴリーに入れられるリスクがありますね「ジャルジャル」さんの名作のねの名作コントありますけど、はい、あれに近いノリだと思われてしまうかもしれないですねそうですね あのジャルジャルって面接ネタ無限にいっぱい出してるんですけど <laughs> はい、はい、僕ここ最近で好きだったのは、うん、あの面接官のこと「お父さん」って呼ぶやつがありました <laughs> くだらねありそういかにもありそうですねジャルジャルお父さんってこの仕事どういうことが,やりがいなんですか <laughs> とか逆質問してて <laughs> はいはい、うん、うん、ってなるそうそう,そういやお父さんお父さん<笑><笑>もしかして俺のことお父さんって呼んでるっていうくだらんなと思いましたねじゃあ武藤君次の問題お願いします、はい、さんから ュ浦さん、ありがとうございます。インドではゼロルピー貨幣が発行されています。ゼロを出す必要なさそうだけどね。なぜか。いいね。シンプル、短いよ。京都大学の数学の演習率が3.11より大きいこと証明せよみたいなやつでしたよね。え、タンジェントが有数無理数であること証明せよ。タンジェント1度が無理数であること証明せよ。みたいなやつありますよね。短文ですよ単文のおしゃれ問題の予感がしますね。美学を感じます。素晴らしいね。 ゼロ,ルピーゼロルピー紙幣が発行され,た理由、ね、これ記念紙幣みたいなものではなく日常的に使うものなんですかね記念紙幣だったらもうすぐそれで答えになりそうですよえと記念紙幣ではないです<ー>日常的に使うものかというとちょっとあのうんちょっとわからないです、ね、なるほどうんあの私は一問なしですっていうことを示すためにここにもっとくカードとしてゼロルピーがあるんじゃないですか はからずとも今堀本さんあのクソみたいな仮説の後に「えウうれいか!」って言って前回の僕と全く同じ過ちを犯してましたよ <laughs> やっちゃったんか今沈黙,<ス>沈黙があったから何とか何か言わないとと思って「えウうれいか!」ってでっかい声を出してごまかそうとしました <laughs> カスの歩き目ですすありがとうございます <laughs> くそ<ー>理屈としてあんまり整合してないんですけれども、うん、あの意味言葉みたいに、うん、結婚みたいなこう喜びことうん、うん、敬意地ごとって。はいはいはい 割り切れる数ではなく割り切れない数にしろみたいなのあるじゃないですかなんかその逆で分かんないですけど奇数を嫌って偶数にしようと思った結果一緒にこの0ルーピー紙幣を渡すとマナー的にいいですよみたいなマナーの面で珍重されたエウレカ違いますああでめっちゃありそうだったけどねこういうのありますよねあるあるあるすげえいいけどなっていうかこれさ多分武藤君に教えてもらったんだけどはい ルピーの記号って変更されたんだよね途中でそうですね。あのこれ武藤君から送られてきた面白ウィキペディア情報で僕の頭によく残ってるやつなんですけど、うん、ルピーの金額を表すやつ円、うん、マークみたいなあの記号って 死神の釜に形が似てて縁起が悪いからっていう理由で変更されたらしいんですよ <laughs>。へ途中でルピーの記号変わったらしくて、そんなことあるんやってびっくりした記憶がありますね。なんとなく決めたら縁起悪かった系ですよね。みたいなことですね <laughs>。 ちょっと違いますね。あ、違った？やべえ。なんでした正解は？あの、ル変えたのは正しいんですよ。で変えてで死神の鎌とかじゃなかったのね。首を吊る様子に見えるから。首を吊る様子に見えるか。でこれに変えたせいで景気が悪くなんだなったんだっていう一言をつけられた。あそうだそうだそうそんなだったそんなだった。んだったあのいつものように適当な喋りで運用しております。似たやつでさ。うん。 ってあるじゃないですかあれ社名違ったの知ってますそうなんだチフ・ベゾスが創業したことでおなじみのそうなんですよここもともとカダブラドットコム多分のアブラカタブラのあそこから取ったらしいんですよでこのアブラカタブラって最悪を払うおまじないだったのでそういう名前にしたんですが電話で社名を言うと似た音に「カダバー」っていう「c a d a v e R っていう単語があっっててこれ死体っていう意味で、うん、<laughs> 電話ののっていうのを指す別の単語に聞き間違えるので名前をアマゾンに変えた <laughs> あなるほどね「解剖用の死体です」って言われたらもうなんかこの会社と働かないどこってなるもんね株式会社死体の水野と申しますって言われたらね <laughs> ああちょっと何でもないですよそうだからっていうような事例があって似て,るます、ね、似てますね,ね似てますね あれちょっと近いかもしれないですね。株式会社人間っていう、はい、面白クリエイティブをすることでおなじみの会社ありますけど、はいはい、あれの人たちみんな人間の花岡ですみたいな感じで <laughs> <laughs> 自己紹介が自動的に面白くなるっていうやつで社名決めたっぽかったですね、はい。そうなんだ。あじゃなかったか忘れちゃった。まあでもいずれにせよ,あよ、ね、あの自己紹介、ね、人間のなんとかですってみんな自己紹介するんで、あの僕一回名刺交換させてもらったときに、あ、本当に言うんやと思ってびっくりした記憶がありますね。うん、面白い話ですね。ありますね。ちょっと行き詰まってるので。はい えー、うんちくエレカクイズ、恒例の。クイズ内クイズはい、はい。あー、すごいね。はいはい。い、はい、い,いですよ。 私この先ほどの問題に関連するようなクイズ持っておりますので関係ないクイズを出しませんのではいはいはいもう皆さんちゃんと入れ子覚えておいてくださいよ自分が今2階層目に突入したということをちゃんと覚えておいてくださいねはいそして武藤君あなたも考える番組一緒に古本さんだんなあるどういう点が似てるかというとですねそのゼロルピー紙幣ってんか一見無意味そうに見えるけれども意味があるから存在したわけですね似たような 一見無意味そうに見えるけれども、うん、これをなぜ存在したのでしょうかというクイズありますのでほうほうこちら出させていただきます。妖霊面水野大樹さんからの問題です。い,はい <laughs> <laughs> ある本は価格が100円なんですが、うんはい、ほぼはいほぼほぼ中身はない、うん、無に等しいと言って問題ないと思いますうん、うん、がこの本には圧倒的なニーズがあり実際に<ー>えっと 現在は販売されていないんですが当時はよく注文されたそんな本がありますなぜこの本はその100円の無価値な本は必要とされたのでしょうかまあ想定だけ本でさ中身真っ白ってさんか自分が書き込むと自分が本の著者になったような気持ちになれるからさ楽しいからエウレい違いますいいですよ武藤君と相談していただいても視聴者の皆さんも今2階層目のズですからしっかり取り組んでくださいメイドインアビスみたいな世界で入ってきましたね 一応タイトルを言うと「暗黒的出版論」という本なんですが<ー>サブタイトルにその答えが実質載っています、ね、あ,あ分かった俺知っ,てる知ってるわこれかあれでしょ男はセックス以外に何を考えているのかはいはい っていう、あれ違いそう、あれ違いそう、違うんですけど。え、じゃ、違うの、あの、その本もね、ジョーク本、実際存在する本なのかわからないですけど、ありますね。そう、男はセックス以外に何を考えているのかっていうタイトルで、開くと何も書いてないっていう。ジョーク本。がありますよね。だと思って、今完全にそれだと思って、テンション上がった。確かに、でも、それもじゃない。あの、今の出題の仕方だと、中身がまっさらで、だけでも意味がある本なので。別解として、全然いいと思います。ちょっと僕が想定してた答えではなかったんです。なるほど。もう一回タイトル言ってもらっていいですか。暗黒的出版。 出版論暗黒的出版論、ね、ほうえー、っとだから多分サブタイトルに「労力ゼロで本を出版してもける方法」みたいなサブタイトルがついているそういうことですねはい、うん、まあもっと具体的になら、えーっと「暗黒的出版論」あるいは「うんための本」「ほう」と書いてあります まあ,だからあるいは表紙だけ立派で中身が何もない本を売ってもける方法の本をどう教える本とかじゃないですかあはいはい、はい、まあそういうような感じはははその答えではないんですがははははっていう感じですねなるほど武藤君はどうですか <laughs> ちょっと急に振られたんで言 <laughs> <laughs> 出題係を困惑させる <laughs> 急激に出役にしてしまってごめんよ <laughs> ちなみに出しているのは暗黒通信団っていう,うまあこれまた有名なこう<ー>、はい、ネタルハムスとか、ね。そうですね。とか、円周率をひたすら載っけたと、はいはいはい、知ってるわ。はいはいそれ、状況的な本を出している人たちですね。<ー>あと、もっと言うと、現在はこの本はまあ実質的に無価値なので、売られていない。うん、はえだから時事ネタ的にってこと、うん、そうですね現在の まあ仕組みみたいなもので言うとあんまりこの本があってもしょうがないかなと思いますね。うん、なるほど。なんだろうあまあでもあれかないやごめんそう言ったけどでも実際は別に今あっても役に立つ人いそうな気もするうん。あるいは本棚に置いておいた時に読書かぶることができるアイテムみたいな感じじゃないですか。うんうん、ああそれもねまあ悪くないと思うんですけど二、うん、20ページしかないのであそっか薄い薄いですね。 だから暗黒通信団もこの本出すのに労力多分ほぼかかってないと思います、ね。なるほど、なるほど。あるいは、電話の近くに置いておいて、暗黒の世界と通信してるやつだと思われる感じの本。<laughs> 暗黒通信団からいかなましょうか。いかに離れましょうか。あ、そうか、暗黒通信団に引っ張られてるのか、はい、なんか今俺いいアイデアを振ってきたと思って、<laughs> 暗黒と通信してるんだって思ったんだけど。<laughs> 暗黒通信団関係ないですね。<laughs> なるほどね、その集団の名前に引っ張られてたんですね、僕は。はい。電話帳関係ないですか関係ないですね。はあ。 全然仮説が出てこない <laughs> こういうい目に合ってるんですよ僕らは。我々いつもねちょっと2回層目のクイズに手こずってる場合じゃないのを思い出したんでちょっとあのその答えを教えてもらっていいですかとりあえず <laughs> <はい S 2> そうですねじゃあ正解を発表しますとじゃあサブタイトルを言いましょうかう <ん S 2> これで多分ピンとくる人は来ると思うんですが「暗黒的出版論」あるいは「 ネット書店で1500円に満たない時に端数調整するための本は<ー>なるほど昔アマゾンは1500円以上購入しないと送料が無料にならなかったので<ー>その額に及ばない時の端数調整用の本として出されたなるほどー、ね、へえ面白いで彼らはもともと30円を定価にしてたんですけど流通上全く利益が出ないということで取り扱いを拒否されたので仕方なく100円にしたと言われていて、うん、へえ つままりりありますよね1480円ではい、はい、あと20円足りねっていう時があるじゃないですかそういう時にこの本が珍重されたなるほどねそうだよね送料下手に500円とかかかっちゃうよりは、はい、余計なもん買って送料ゼロにした方が得ってことあるもんねそうなんですよなるほどだからなんかこれってもしかするとそのゼロル,ゼロルピー紙幣、うん、と、まあ、構造上かなり似ているので似てるね似てるねなんか分からないですけどえー 結婚式のまた結婚式の話しうけどご祝儀とかである程度の札の枚数入れなきゃいけないんだけど本当にちょっとお金がない方が0円のものを入れたとかなんか分かんないけどそういう用途のものってありそうあると思うんですよね。ありそうさすが水野さんドンピシャのやつ持ってきますね完全に構造一緒で暗黒通信の事例いいですねそうですよねということでちょっと本題のクイズの方に戻りましょう1回そうめにそういうんかそのまたさっきのご祝儀みたいな形で使われたわけではないではないですね。なるほど さっきの送料のアイディア生かせるような気がするんだけどうん、うん、なんか札束を払って景気いいやつっぽく見せるためにめちゃめちゃ水増しするような紙だ違います<ー>今の話俺いいなと思って、うん、警察が身の代金を要求された時とかさあ,ありそうありそうありそう中に挟み込む用途とかで使えそうな気がしますけど違いますかではないですねまあでも犯人切れますけどね0、うん、ルピーこ、ね、<laughs> ですねこれ確信に迫っちゃうかもしれないですけどゼロルピー紙幣はゼロルピー以上の価値が実質的にありますか ないですね<ー>そして先ほどの例はかなりいいところにえ暗黒休診なんあ違います身代金として払いたくないから間に挟むか、ね、はい。要は払いたくないですよねだからご衆議も割と近いわけですね,そうねそ払えない <人>はまあ僕はご祝儀払いたいと思って払ってるんで水野さんは払いたくないと思って払ってるんだなってことが今発覚しましたけど僕は払いたいと思って払ってますよ友達の結婚式とかには僕は祝いたいなと思って払ってますけどまあ人によるのかもしれないですね。んんけ落とすの俺を違うじゃん今払い,ないャス えー、そうですすいませんあの人によりますよね水野さんがどうってわけじゃないよねですけど <laughs> ちょっと近いみたいなんで掘、うん、ってみましょう掘ってみようか<の>あだから冠婚総裁とは関係あるないですねないんだね電子決済は関係ありますかないですうん,んか親戚付き合いとかは関係ありますかないですね お年玉とかに使いそうだったけどね。<laughs> 子供がけな。お年玉あげたくないってことですか <laughs> <laughs> 僕のお年玉あげたいですけ今でもいとこの子供とかお年玉あげますけど、アロこさんはお年玉くだらない風習だと思っているってことですよね <laughs>。<laughs> まあ、お年玉くだらない風習ですよね <laughs>。 ちょっとね、そのあれは意味がわからないですからね。あの、だって、ね、税金とか納めてね、富の再分配でも行われてるわけですから。プライベートな場で行う必要はないですよね。富の再分配だと思って。あれ、富の再分配じゃないの?。社会主義的なシステム。そうそうそう、あの、富に余裕がある人間が、他の子供とかに会った時、富に余裕がない子供に会った時に分け与える。富に余裕がない子供。子供は大体、富に余裕ないですからね。子供はあま財産を力として無価値で。そうそうそう、だから再分配。 してあげてるんじゃないですかあれ。あでもそうですね。二重分配ですもんね。そうそうすでも国家やるべき仕事だから。その消費税って実は二重課税なんじゃないかみたいな指摘がありますけれども、それと同じように、そうそう,そう民でやるべきことではないので、官に任せた方がいいという立場ですね。<laughs> だから落とし玉は国家がやってると思う。<laughs> そうそう国家がやってるから僕がやることじゃないんですよ <laughs>。ごめんなさい間違えましたじゃあ。 なんかこれまたちょっと関連うんちくをしゃべるだけではあるんですけどもしかしたら回答に近づくかもしれないのでじゃちょっとトライするんですけどコロナの期間中にトイレットペーパーが割と世の中に出回らなくなったことってあったじゃないですか買い占めみたいなねであれがなんでその後長期ある程度の期間解消しなかったかっていうので面白い記事を読んでそれがトイレットペーパーだけを積んだトラックっていうのが存在しない ちょっと怪しい多分そうだったと思うんですけど要は重たいものを積んだ時に隙間にトイレットペーパーを詰めて運んでトイレットペーパー単体だけを大量に積み込んでいったトラックって元取れないんですよね安いものだから。ということでなかなか全国的に出回らなかったって事情があったかしてトイレットペーパーが実は間に埋め込まれて緩衝材というかそれのみでは。 物流として回ってなかったみたいな話を聞いたことがあってなんかこれもそのトイレットペーパーの物流に関してトイレットペーパーになっていた役割が意外と違ったんだと、うん、思ったことがあってそうだねこの中ゼロ円ルピーゼロルピーゼロ円ルピーじゃないね、うん、ゼロルピー紙幣も <laughs>、うん、なんかそういう見方をしたら解けるのかなとはちょっと思って <laughs> はあ、はあはあ、そうかえとだかもだら何かに紛れさすとかってことですよね例えば、うん。そうだね まあでもそうだとねさっきのアイディアになりそうな気がするんだよな札束一束に満たない時に増やすためのやつみたいなアイディアになっちゃいそうな気がするんだけどうんうん、うん、そうだねそうじゃないんだもんね。ね違いますね。「あのゼルダの伝説」っていうゲームシリーズがあるじゃないですかあれに出てくる通過単位なぜかルピーなんですよね。あははは で子供の頃は僕やってて何も違和感なかったんですけど大人になってから「なんであれインドかぶれないんや」って。ないですでだよね,っとね例えば「ゼルダの伝説」の中のお金を現実のおもちゃで販売しますみたいになった時に「うん、なんか100ルピー紙幣です」って言って売ったらまずそうな気がするうん、うん、インド紙幣とかと間違われそうだから。はい だからゼロルピー紙幣は出さないから何でもないです。あの、今なんか、おもちゃとの食い合わせ悪いぞアイデアだと思って喋り始めたんですけど、喋ってるうちに解決しました。急に脳から荒旗出てましたよね。やばいっつって、急ブレーキ踏みました。間に合いました間に合いました。大事故。リギリ間に合いました。喋り出す前に気づいてよかったです。喋ってなかったです。大事故ってってました。 まあヒントとしてはこれは政府が出しているものではなくて<え>2007年にフィフスピラーという NPO がえ作成したものですね<ー>なんかななんかありそう政府に対するこう、うん、アンチテーゼというか反対反抗みたいな意思がちょっと取れませんはいはい、はい、ありに発行しちゃうわけです、ね、勝手に紙幣発行するのは感じる,感じる例えばその国が訪満財政をしていて、うん、例えばですけど紙幣をめちゃめちゃ流通させて、うん インフレがすごく起きている時ょきかにそれに対する反対、うん、運動として、えー、とよく似た通常のルピーによく似た紙幣をすることで反対のを示したありそうえ売れか、違います現代アートっぽいよね,よねゼロルピー紙幣を吸ってるって今国がやってることはこれですよねみたいな風刺の気持ちを込められるんでそうそうそうゼロになったら別に咎めなんて、ね、なん問題ないでしょっていう,あり,う,ていうありそうですけどね僕真っ先に思いついたので言うとはい,はい。 なんかさ金融機関みたいなのをなんか特殊な枠組みで NPO みたいなのをやろうとした時に「いやお前のところ取扱い量少なすぎて無理だよ」うん、みたいなこと言われて「<ー>なんか一定量の紙幣とかを貯蔵してないと無理だよ」みたいなこと言われてはあってなってゼロルーピー紙幣を大量に貯蔵して条件を満たした口座預金にみたい、ね、なやつじゃないですか。エ 違いますいいアイデアです、ね、ありそうだけどねそういうパターン、うん、ビールとかでもどれぐらいの一定量作らないと取税免許が下りないみたいなそれがハードルになってることとかあるんですけどそれが許せないと思った人が改革を起こすみたいなことありそうですよね、うんうん、ありそうありそう NPO なんでしたっけ NPO ですよだってね儲かんないもんねそのさ、うん、儲かんない通貨コストだけかかるわけだないそうだ、ね、何かしらの意図がないといけないとは思うんですけど国家に対する反抗ではないんですか<ん>国家に対する反抗、まあ国家 ではなないかな財政とか財務省みたいなところとかでもなくでもないですかねなんなんですかねなんか面白いんだけどなこの話クイズの回答としてありそうなのありそうじゃないんだけど <laughs> <laughs> これが2万円高い方ってやつですか <laughs> <laughs> いやあの思ってることと違うこと喋っちゃったクイズの回答としては面白くないんだけどって喋り出そうとしたのに、はい、クイズの回答としてありそうなのはって言っちゃったからなんとか修正しようと思ったんですけど間に合わなかったよかったよかったよかった NPO 多分いろんな方法で募金集めようとするからゼロ、はい、ルピー紙幣を なんか両替みたいな感じでうん、うん、皆さんの持ってる100ルピー紙幣と0ルピー紙幣両替してくださいねみたいななんか両替という扱いにすることによって、はい、なんか税金が恵まれますよ <laughs> みたいななん,かなんかそういうやつはい、はい、だから寄付,寄付の代わりに両替を打ち出したエウレイか違いますちょっと面白いですけどね、えー、ちなみにデザインは50ルピー紙幣によく似てる状態<ー>、ね、で,で片面が、えー、普通の紙になってますねあの 紙幣の偽装の罪に問われないように、片面は何も書いてない。うんうん、なるほどえ。え、寄付を集めるためのものであるっていう憶測はあってますか?。あってないですね。あ、違うんだ、そこから。うん。なんですかね、これ、面白いし。面白そうだけどね。多分、この。友達とかに出しても、うん、めっちゃ議論盛り上がる。盛り上がりそう。盛り上がりそう。であるから、一層。答えが出せないのが、めっちゃ。も悔しいですね。すねなんか、あれじゃないですか。紙幣をいっぱいすることができるっていうのがメリットだから。はい。 あの通販雑誌で見てずっとやりたかった札束風呂をあなたも体験できますっていう NPO の出し物に使うためだったエウレイが嫌 <laughs> すぎるまあこれが答えだったら嫌すぎる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 しあれ多分インドにないしないですね <laughs> 違いますねうんなんだろうちょっとなんか面白くて盛り上がってて悲しいんですけど時間ないんでギブアップでお願いしますはい え答えは「公職に就く人に賄賂に組みしない意思表示をするため」<ー>インドでは賄賂が問題になっていました<ー>そのため2007年にフィフスピラーという NPO がインド人が贈収賄に組みしないと意思表示をするための手段としてゼロルピー紙幣を作成しました<う>ゼロルピー紙幣にはあらゆるレベルの汚職をなくす賄賂を授受も、えー、受領もしないと誓うという反汚職のスローガンが印刷されています<ー>えー、っとそれを渡すのではなくて 俺は汚職しないいぞっっててう人がそれを持つってこと,あと渡すことも考えられてますね。要はここを通りたかったら、まあ、分かるよねみたいなことを言われた時に。なるほど渡す賄賂代わりに渡すアイテムとしてってことだ。渡して んってなって、ワイルドご死すかみたいな、いや屈指しないですけどね僕はみたいな。そうだね。あいいっすね。それいいわ。いいけど確かにこれはむずい。むずいね。うん。むずいねー。ああなるほど。でもそういうことね。だから要は近世のジュジュ。 っていうこと自体がバカらしいと感じた、うん。そうだね。人がジョークグッズとして作った。っていう,う、ね、とこに行けたら、そこから賄賂っていう発想はあったかもしれない、ね。だ水増し方向で、なんかいっぱい出すことを考えちゃったのが、発想の敗北でしたね。そうですね、やっぱ堀本さん節制ばっかり考えるから、<laughs> そこが敗因だったかもしれないですね。<laughs> そうっすね、札束プロじゃなかったな、絶対。そうですね。うん、いや、でも、これはいい問題ですね。うん、面白い。じゃあ、武藤君、三問目、お願いしてもいいですか。はい。 ヤムノキさんからの問題です、ね。ヤムノキさん、サポーターサポーターですねって言おうと思ったけど、そうだ今日サポーター編だった。<laughs> 当たり前だね。<で>もう三十分前の記憶がなかった。<laughs> もうだいぶ怪しいです。はい。二千十九年京都国立博物館で特別展が開催され話題となった <laughs>、えー、佐竹佐竹本三十六花千絵巻は鎌倉時代の作で三十六花千絵の草分け的存在で重要文化財に指定されている有名な花千絵です。うんうん、しかし。 佐竹本が有名になった一番の理由は別にあります。さてそれは何でしょうか。病文句性なまた。なんか難しそう。難しそう。三十六画線っていうあのだから、えー、有名な歌人。ですよね。の絵ってことですかね。そうです、ね。花千絵っていう概念僕初めていや僕も初めて聞きましたね。佐竹本が三十六画線の中の有名なやつ。本って言ってるからにはその。 1>, 1ページ目見たら「有輪の成平や」みたいなそういう感じのイメージってことなのかな全然分かんないねイラスト集画集みたいな感じなのかねなん何か何個か絵が組み合わさったものですかまあそうですねその1枚にバーンと書いてあるものではないよう,ん、うでそれがその<あ>絵巻ですね絵巻,絵巻か絵巻ねでそれがえっとどういうところで評価されたのかえっと本,本来評価されたっていうかなんか振りになったのやつは何でしたっけ 草分け的存在で重要文化財にも指定されている有名な河川栄なんですが河川栄としての草分けとしてすごいとまずねそうですね <はい S 1> 文化的に価値もあると <うん S 1> でただこの「佐竹本が有名になった一番の理由は別にあります <うん S 3> <ー>いいねなんだろうねいいねこれは結だろう構またいろいろ発想の日焼け違いがありますよねですよね過去にもね類例で藤原定家の日記 <うん S 1> が実はえ日本にオーロラが 日本でオーロラが見られたことを示す意味でも重要だった空にこんな色のホニャララが出たっていうのが書いてあってこれオーロラ見えてるじゃんっていう「石器か石器か」っていう記述があったみたいな話があったけど似た事例でしょうね何の絵が書いてあるかとか題材は聞いてもいいですか36川線書かれてるってことだよねああそっか36人全員分1人ずつ書いてあるってことだね AKB48 のン7全員 <laughs>、うんね、名前書きましたみた,、ね、みたいな感じだよねこの問い方からして中身は関係ないんだろうなきっとまあそうでしょうねだからあれじゃあ模索関係ないわけではないそうなんです、ね、あれじゃないですか河川の服に注目するといい、ね、服色紙の変遷が分かるこの時の服のトレンド最新はここだったんだっていうのがはっきり分かる大事な資料である違います製本ののの仕方とか紙の材質みたいなのが えー、歴史的な価値を持っていたエウレカ違いますね話題になったのはもうちょっと俗っぽいというかそんな高尚な意味ではないですねなるほどなるほどってことはあのちょっとエッチな表現があった <laughs> 違います俗っぽいあ<の> <laughs> 俗っぽいかなと思、まあ、ってもっと発想がピンポン出てちょっとエッチなとこがあったらねおーっつって話題になるかもしれないですよねないですそんなこと <laughs> 評価されたのはもうちょっと後世になってからってことですよね 評価されたこととは別ですね有名になったのと評価されたのって別ですよね。うんうん、うん、その評価はされてるんです。ただそれとは別の理由で有名。なる,なるほどなるほどなるほどそうかそかうか、んえー。有名になったというのは現代の話<ー>ここ最近で有名になったっていう話をしてたいや違いますね。じゃあその分かんないけど江戸時代とかなんかその当時から有名になった有名になったのはえー、と 戦後前とかそこら辺です河川柄ってことは結構昔ってことですよね作られたのは鎌倉時代の作品ですで有名になった出来事があったのは1919年ああじゃあ第一次世界大戦ぐらいですはいそうですねはあなるほどあ面白いねこれこれは面白い類型だねそうですねちょっと聞いたことがないそんなパターンあるんだ絵に流行りりはそそれこ あの、あれでしょ弱虫<中>弱虫<中>はい。僕も行ったもん、<か>弱虫って。あ、そうですかミーハーなんで。はいはい。めちゃくちゃ流行ってるって言われて、はいはい、あー見に行こう、っつって。え、鶏の絵とか見に行この絵見て、鶏だなーって帰ってきました。<laughs> <laughs> <laughs> トサカゲーそう登坂家だっつってお疲れ様でした色使いがいいねーってなんか知ったようなことだけ言って適当に書いてきましたね,うん、うん、ねでもそうやって急激に評価されるっていう話は聞いたことありますけどあるよ、ね、でもあれもだからさ別になんかそのだし何かその結局動物の生き生きとした姿を描くのがすごいよねみたいなことで若冲ブームって起きたと思うんでなんか別にそんなに問題になるような、うん、センセーショナルな要素じゃないと思うんですけど、はい、この問題はその事例ってことだよねそういうことですねなんだろうね あれじゃないその当時めちゃくちゃ著名だった有名アーティストが描いた絵が贋作なんじゃねえかって言われてその河川へと丸かぶりだったエウレイカ違いますなんかそういう類型もあるけどねエッチな描写があって検閲に引っかかったエウレイカ 違いますさっき言ったよそれはエッチな描写説はやったよさっき俗っぽいっていうからでもなんかそれぐらいの時期っていうと確かに昔の作品がさ急に評価されるパターンとしてさ未来予知の精度が高いってパターンあると思うんですよあの「カミューのペスト」コロナ禍でむちゃくちゃ流行りましたけど読ままれてしたね時代をよく読んでるみたいなまるで現代を描いているかのようだみたいなことを があったと思うんですけど、河川へも。どうぞ行け。さあ、ドリブルしてます今。頑張れ。1919年頃に、いけるぞ。もうみんな偶然着始めた服が、河川へと丸かぶりで、ゴール。すごいめちゃくちゃ装ってるみたいな。わりました、現代内を見てる彼女に、さあ、行って話題になったユレイカ。ゴールに決めたとにさらにゴールに向かってボールを蹴り続けますね、うちのホリモト。なかなかセンターラインまで戻ってきませんがそういうことですよ。未来の予測精度が高かったでしょう。ユレイカ。 違いま,すまあでしょうね退場ですもうレ <laughs> <laughs> ッドカードもらうぐらいの戦前っていう時代って結構ヒントですかそうですね現代だったらもう来んなさそうですか<ー>まあそうですね怒んないでしょうねでこれ日本で流行ったっていう認識だったら流行ったっていうか有名になった日本の出来事ですね<ー>ジャポニスムみたいなやつじゃないわけね<ー>欧米で流行ったみたいな 226事件でさ、はい、めちゃくちゃ飛行機からビラ巻いたみたいなやつあったじゃん,あのあれん投稿してすぐ出てこいみたいな青年将校へ継ぐっていう、はあ、っっ日本一有名な航空機から配られたビラありますよね。ああやばい全然もう覚ええてねや青年商工へ継ぐなんかかんととかかって説得するやつでなんとか出させようとしたっていう立てこもりを出させようとしたやつ、はい、みたいな感じで。あの その三十六カ線 A が印刷された。始めてますよ今。う二 <laughs> <laughs> 対ゼロですけど <laughs> まだまだセンターラインから <laughs> まずは一回ね <laughs> 後ろに下げて三十六カ線の。はい。 絵があの後ろに印刷された張り紙が街中にめちゃくちゃ貼られて、はい、信じられないぐらい600万枚貼られてもうみんな張り紙を見ながらね裏紙見て「ああ河川栄だ」って言って、うん、もうめちゃめちゃそれで知名度が上がったってれか 違いますうん、うん、はい、三対ゼロです俺何言ってんのか分かんなくなっちゃうから <laughs> なんかビラみたいなことかなっていう、はい、ところから二二六事件で言い出したけど、うん、それ第二次世界大戦だな時代違うなってなってあとはもうグズグズよそうですねいつか切り抜きチャンネルの方に堀本健、オンゴール集が上がることを僕は望みます。<laughs> そうですね。上げられちゃうかもしれないですねはい。ちょっと意外ととっか,かりないですねな,な,ないねその後世に評価されたっていうのっていくつかあるし自分に、ね、頭の中にストックはありますけど,あるけど、ね なんかあんまりそれに当てはまんなさそうな気がするしファッションは関係ないんですよねファッションは関係ないですし評価されたではないですだから有名になったそれは分かるそれは分かる、うん、現代のカリスマアーティストが昔の古典引用したからそれが急に注目されるみたいなパターンあるじゃないですかうん、うん、ありますねあの、えっと、ヨルシカが尾崎芳斎の俳句を引用しまくったおかげで尾崎芳斎の知名度めっちゃ上がったみたいなやつとかよくあるじゃないですかああいうパターンで何か河川絵を使った、はい 違いますうん令和っていう言語を発表されたときに「うん、万葉集」めっちゃ、ね、あああったねあったあったああそうかだからえと出典が「万葉集」だったのが、ね、令和っていう、えー、名前のそう,、ね、そういう例えば開言みたいなタイミングで注目されたエウれが違います だからその誰かが引用して有名になったってわけでもないんです有名になるケースってねじゃあもうなんもなさそうだけどねあとジャスティン・ビーバーがツイートするぐらいしかないですね太郎 <laughs> さん同じパターンじゃないですか、はい、<laughs> ジャスティン・ビーバー1919<ー>19年にいたジャスティン・ビーバーが <laughs> 36か線の絵巻へマジどんどん <laughs> グレイチみたいなこと言ってツイートしたからバズったんじゃないですかそれが <laughs>。 違います、まあ、すごいですね今日はもう、ね、ボールポジションが味方でずっと回してるせいで, <laughs> で、ね、敵に地に行くことなくずーっとなすね、はい、<laughs> <laughs> いやもうなくないそれ以外有名になるね偶然の要素でねなんだろうな、ねまあ、難しいですかねヒントありますヒント有名になったのはあのあそんなことするんだみたいなへえ<ー>、ね、当時の人か当時の人を へなんか面白そうだけどだいぶ難しいのあだからその河川描かれている河川自身の様子が意外だったではないです、ね、あ違うんだえでもうん、うん、じゃあ河川以外の人の描かれている描かれている人の様子が意外だった違いますね なんかこいつとこいつ愛し合ってたんじゃないかみたいな二次創作みたいなのが流行ってあ,ありそうありそうそれによって有名になったエウレガああえっとですね内容は関係ないうんですね、うん、えっとその36か線えじゃなくても成立したってことではないそういうわけではないんですけどどういうことが書かれていたかはあまり関係ないえっとさっき武藤君が言った「えそういうことするんや!」っていう驚きは作者に対するものですか違います当時の消費者ということですね、えっと、消費者というか人々 当時の人々鎌倉時代にそれが書かれた人々に対するものですか？違います。<お>昭和の人かってことですよね。いいね昭和のその当昭和てかえっと千千九百十九年の人がそんなことするんやって思ったってことだよね。そうですね。でそれはでも鎌倉時代の人に対する驚きではなかった。ないです。ええー、それはじゃあその当時の現代つまり千九百十九年の人々に対する驚きだった。そうですね。はな、え、ん、ー、ですかね。その有名な絵を要は<ー>わけわかんない消費の仕方をしたとかわけわからない形で 話題になったってことですもんねそうですねその河川絵を変な使い方をしていましたか変使いうんまあそううん使ってはいないですかね一家に一台みたいに大量にすられてるわけではないですもんねだってそだ、ね、原本一個だけですもんねそうですね刀剣乱舞ブームみたいに急にその刀に注目いくみたいなそういうのが多分当時あったんでしょうねあだから 河川乱舞みたいな、そしゃを出した。エウレいか。違います。発想が貧困だわ、ずっと。<laughs> もうダメなんだよなやっぱデジタルネイティブだから、うん、デジタルのことばっかり考えちゃうんです、ね。違いますね。デジタルネイティブじゃなくて、自身の発想力が貧困だからです、うん、<laughs> これは。あ、そうか。デジタルネイティブなじゃなくて、アホなんですかね。かねそうなんですよ。いろんな要因が考えられると思うんですけれども、<laughs> 一番にあるのは発想が貧困だからです。しまったなぁ。さたけ本と呼ばれているのは、えっと、もともと佐竹公爵釈に伝来してた絵巻。あ そうなんだだから伝来してる人の名前が取られてるんだ、うん、そうですねなので「<あ>佐竹盆」じゃあ佐竹さんに関する出来事が衝撃で有名になったではないんですね違うんだ俺もそれ思った真っ先に使い方を別にしてないっていうことはなんか特殊な用途で使われたわけではないんですよねなんか包み紙に使われたみたいなやつとかそういうことではないですよね浮世絵ね 一番ありそうな話で言うとあの佐竹さんがめちゃめちゃシリアルキラーで、うん、殺した人たちの首を全部その絵巻に包んで持って帰っていたとかでありそうですよね二度と口にしないんだそんなことはおっかない <laughs> 何を考えたやつか普段からいやあるじゃんそういうので <laughs> なんか恐ろうべき事件に使われたから有名になりましたみたいなやつあるじゃん,んでもないんだなこれはちょっとギブアップしますギブアップかな何も当てられてない <laughs> いや僕は当てましたよね <laughs> あれなんか当てたっけ なんか当てたよ。あれあれなんか当てたっけ当ててねえか。<laughs> シンクったうんちくを出して褒められただけですよ <laughs>。<laughs> あれ <laughs> 当てたの前回、なんか当ててやったーって言った覚えあるんですよ。<laughs> <laughs> あれ、いや、いや、多分前回は当ててないよ。いや、当て、たの前回当てたの俺だよ、やったって言ったもん、俺。多分一個前の収録とかじゃないですか。ええ,え、じゃ、えっと、ちょっと、だって、ちょっと静かにして。えっと、<笑><笑>じゃ、じゃ、じゃ、一回は連れて行ったりは。<laughs> お前で、えっと。と <laughs> 多分何も当ててないよ、水野さん。一問目なんでしたっけ。これの一問目なんでしたっけ。これの一問目は、あのー。あ、そうだ、一問目当ててますね。そうだあ<っ>、そうだっけ。だあの。 日本語コースのやつですね。あ、ほら、絵文字当ててるやん。あ、当ててたわ。今日ててたわ。あ、当ててた完全に忘れてた今日もオフですもん。やべ、やべ、やべ、じゃあ俺が当てたい。やべ。そうか。そうか。そうだよ。俺めちゃめちゃ、あの時喜んだもんね。やばいな。俺、喜んだけど、問題の内容忘れてるのやばすぎないか。えしょうがない、しょうがない。何問かさすぎ忘れるから。でも、我々もひどいですね。いや、そんなことないよ。確かに。誰も覚えてない。多すぎるよ。 ちょっとすいませんギブアップでお願いしますはい、えー、この佐竹公釈金に伝来した絵巻物ですが明治維新や、えー、第一次世界大戦後の恐慌などの影響でその度に売却されてきました、うん、でただ1919 19年売却金額があまりに高額なため一、うん、人で購入できる収集家がお,らおりませんでした、うん、ほうで茶人として有名な えー、光明な実業家だった増田隆が発起人となり、絵巻物は河川一人ずつに分割して個別に購入されるようになりました。なるほど。なるほど。トレーディングカードみたいなノリだ。はあ、なるほど。分割したから話題になったのね。あ<ー>あ、だか分割したことが<ー>話題になったってことだから。 そんなことやっていいんだって驚きですね。確かに。確かに。そういうことはそうだわ。面白い。確かに。めっちゃむずいけど面白いね。あの、当時のツイッターの様子僕当てられるんですけど。ないですけど。ないですけど、どうぞ。当時のツイッターで絶対そのアート評論家みたいな人が、これはアートを殺しているみたいな、もうその辺の金持ち主義の何も分かってないやつらが資本主義の市場経済にまみれたせいで、アートが殺される悲しい事例だみたいなこと言って、とんでもない量のブクマがついて、めちゃめちゃ10万リツイートされてます。 あれですね、多分、あの、それに対する引用リツイートで、うん、芸術っていうのはこういう形で進んでいくものだっていう。当時の現代アーティストみたいな人の引用リツイートも多分いいね。多分めちゃくちゃあると、結構。もうすごいね、侃々諤々の議論が、ね。インプレッションめっちゃ上がってるでしょう、ね。上がってると思います、はいはい。っていうのは合ってますか。合 <laughs> <laughs> ってないです。当時ツイッターナイス。<laughs> 正解で。さあ <laughs>、目に浮かびはするけど、当時ツイッターないから。正解ですかあそかそか。ごめんなさい。 いやでもやられたなあそうかあな分割ねドラゴンボールみたいな感じなんだね一回チリズムバーってなって世界中にあるやつよねこの後集めるかってもう一回全部36人分集めたら夢叶うんでしょうねでですねこの問題追加エウレーカクイズがあまだある。だあるおいエウレーカがあるってことそうですへえどういうことでこの分断されて購入される前の持ち主が教科書に載っている 人間なんですが誰でしょうまあそんなもんねローラーしたら当たるからねそうっすよね。伊藤博文これですねローラーしても当たらないんですね教科書に載ってる人って言ってよね教科書で見たことある人へえ。え、ー俺時代感がマジで弱くてさ戦前の人か戦後の人かマジで分かんないんだけどでも俺もあんま分かんない裏書きゃいいわけでしょ多分だからフェノロさん違いますね第一次世界大戦後ぐらいですか戦後はいしまってよ だから高橋コレキオっとと後だだよよねいやもっっ前高橋てあれでしょえ第二次世界大戦ぐらいに活躍してる、ね、かごめん一次大戦ん一次大戦後だよ1919年だからちょうど対の二次大戦前かそう,そう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 かあれ一次大戦の時の日本の首相って誰だろうまあでも多分そういうレベルじゃないんでしょだから政治家とか言ってても当たんないってことだよね,だよねさっきの伊藤君の反応だ、ね、い ことを言えばいいですよ当時そうねそうねそういうパターンそういうパターンそういうパターンありそうだよねだから全然わかんないけどなんかリンカーンみたいなはいはいそうそうそうみたいなことでしょリンカーン違いますとかもうさらに裏切って自社仏閣みたいなはいはいあるそのパターンもある人じゃないよみたいなそのパターンもあるわいや妻もありえますよ自社仏閣へ憂れか違います当てたい当てたいね人はってますか人ですねは 日本人は合ってますか?。日本人です。あ、日本人なんだ。待って、えっと。孝明天皇、違います。教科書に載ってる人だもんね。でも、ハリス。違います。日本人、日本人。ハリスを日本人と捉えてるんか。今日もお茶の沼に笑いいただきました。腹立つわ、こいつ。えっと、だから、めっちゃ意外な人物なんだよな。二宮尊徳。違います。 <ん>この36個に分割された一つを持ってた人<ん>あさあの分割される前の前に持ってた人最後のドラゴンボール集めたやつだよね最後の,ドラゴンあのシェンロンを持ってた人です、うん、そうだよね、うん、ラストシェンロン、ね、ラストシェンロンの人ですねめっちゃ金持ちでしょで要はさそうだね金持ちもなその前から売バ買イバイがあったわけですもんねそうですねめっちゃ金持ちっていうのは非常に重要ですねだから当時めっちゃ金持ちだった人いやあのね俺分かったよ多分歴史の教科書に出てくる人じゃなくて現代の著名な人なんですよ 1919 19年ってギリギリ生きててもおかしくない,はい、はい、だから1919 19年に10歳だとしたら2000年にー91歳だから多分そっちで有名になってる人金さん銀さんエウレイかはい、はい、<laughs> 違いますそういう路線だろうなと僕は当たりをつけましたでもありえますよねそれもね現代社会とかどっちかというとそっちで出てくる教科書の人あと谷川俊太郎とか 幽霊か川端康成とか,なんかそういうねあ,あそうそう川端康成幽霊か違います金持ちのイメージがある人っていうとなんかもう皇族みたいなさその東国の宮成彦とかさ、うん、あの西園寺金持ちとかなんか分かんないけどうん、うん、皇族出身の首相経験者とかそういうことしかイメージ分かんないんだよなでも政治家じゃないっつうってだからねあ政治家じゃないのか政治家ではないです、ね、あ,あそっかそっかごめんなさい僕の推論は合ってます社会じゃないとこで見る教科書社会じゃない教科書で見る人社会の教科書です、ね、あれそうか ジョーも歴史上の人物なんだよなやばい政治家ばっかり浮かぶわうんってか政治家ばっかりだからな <laughs> 社会の教科書に載ってるの <laughs> っていうか特に幕末とかね、うん、明治維新あたりはめっちゃそういうのばっかりで文化史全然そうだね明治のあたりのえー、っとえー、ってなんだ、えー、横山大観とかって全然持った後だよね横山大観ってえっそうなの横山大観ってもっと昔じゃないのもちろんそう横山大観え売れか違います <laughs> <laughs> うーん 時代感が弱すぎてな全然多分トとんちんかんのことめっちゃ言っちゃうんだよな北斎江上か違います金はめっちゃ儲かってそうだよそういうのあるな飾北斎みたいなそっちのパターンね蔦屋重三郎江上か違います江戸時代江戸時代パターン儲かってそう江戸時代だってさ儲かってる人のイメージあるな商人のイメージあるかな徳川慶喜違うまあ政治家かうん 田沼とかねそんなこと言ったらああまあそうね商人とか商人は合ってますかそうですね実業家わかった渋沢栄一違いますああすげえわかったと思ったのに実業家ならもう絞れますけ実業家ならもう政治家だ違いますねだからあのほら鉄工麻生太郎のおじいちゃんぐらいの人岩崎太太郎郎のじいちゃん鉄をした人違います 岩崎弥太郎でもない。岩崎弥太郎、もいますね。三菱。三菱。わかんない。わかんない。三井な気がするわ。三井な気がするわ。うわ、悔しいな。商人で有名な人いたっけ。豪商みたいな人だよね。絶対もっといるはずなんだいるよね。でも、そうだ。確かに。財閥とか、があったから、あの時代。商人は、いたはずだ。その渋沢。みたいな。でも、なんか、財閥ローラーで当たらない。あの、安田。 知らんわ。下の名前は知らんけど。財閥ローラーで当たるんじゃない財閥ない創始者の名前知らんビッグネームの名前が一個も出てなるから。全然わかんないな。えっとですね、人の名前、この人の名前は多分知らないかもしれないでもじゃあ、財閥のどれかですかではないですね。すね知らんわ。何の人かをじゃあ当てろってことですかそうですね。はあ、面白いね。何このパターン。へえ。 なんだろう、てか、だったら、今さっきの時間なんやったんや。確かに、確かに止めてくれよ。おい、ずっとっすちょっと。俺、なんなんだよ。まさき忠三郎、誰やね。ん麻生太郎のおじいちゃんぐらいっていう回答なんだったんだ。何、おじいちゃんぐらい、恥だけ。書いて本当だよ。恥ずかしめられたわ。なんだろうな。でも、評価してなんかあれじゃない。誰でも知ってる。三越の創業者とか。 違いますね。八幡製鉄所違いますね。まあ、でも、なんか、そういうこと、そういうこと。あの、富岡製糸場違いますね。石油とかさ、うん、で、すごい、あれしたじゃん。えっと、だから、あの、ほら、海賊と呼ばれた男の。えっと、なんていうの、今日の人。あの、なんとか石油の、あの、創業者。うん、どっちも曖昧だな。<laughs> <laughs> 石油どれか石油どれか石油の人 <laughs> どれか石油の産業 <laughs> とかと呼ばれた男は <laughs> そこは分かるい <laughs> 海賊と呼ばれた男 <laughs> 誰だっけ石油産業ですか違いますねじゃあもう違うな船財閥船財閥じゃないふ船成金って呼ばれてました、ね、へえじゃあまあ、ゃあ海賊と呼ばれてるよ海賊と呼ばれてる<質>まあ実質そうかも、うん、えじゃあまあ船の人でしょだから商船三井とか 三井のイメージですよね船といえば朝鮮三井を作った人違いますね日本郵船軍艦あ軍艦軍艦ってアプローチが多分それではたどり着かない商人なのは合ってるんだよね商人ですねへえ楽しすぎて尺とか気にせずマジでうう何でもいいんじゃない何でもいいんじゃないだからそうね船に関わるんじゃなくて輸出したとかってことだ輸出入をした人ですか わ、まあ、かんないです何それんなんそれ <coughs> ん<ー>船で儲かった人でだから今我々が知っているものえでもあれじゃない日本郵船を作った人、うん、また教科書で見たことがあるっていうのが確かにどこで見たことあるんやっていうあのー、ほらほらあなんとか使節団みたいなさあ岩倉ク使節団岩倉施設使節団みたいなのの,のの中に写ってる人だ 違人高吉とかね、地味に映ってますよね、確かあれそういうなんか映り込んでる系であってる。ではないです。あ、え全然わかんないんだけど。何それ何それそんな状況ある教科書に出てきたってのは企業名ですか違います。その人の写真が出てきている。違います。あれその人の名前が出てきている。違います。名前はない。聞いたことないもんな、俺も。はあんだ えじゃあその人のやったことが評価書に出てきている。やったことをモデルにされている。モデルにされている？ふん。何これ全然わかんねえ。でも超楽しい。楽しいの？うん。とえだからその人がやった商売をモデルにして何かを後の人がやった。違いますね。その人がやったことが絵になってそれが絵になって。絵になった。 いるってて言われてますねはあな,なるほどでもじゃあなるほどその人がやった行動がモデルになったものの絵が教科書に載っている、はい、そしてそれを我々は見たことあるとはい。うわ面白い何それへえ<ー>風刺画って第二次世界大戦中ぐらいですもんねそのレアトン半島の文化 そ<う>みたいなものとかはねでも風画の文化自体はめちゃめちゃあってあのジョルジュ美号とかが、うん、多分もう江戸末期ぐらいから明治頭ぐらいからずっと書いてるから日本で風刺画の可能性はあるわけかありますねでも風刺画で有名な人みたいなのあんまいないよね有名な人とかなんかさ日本人がさザ典型の日本人みたいな眼鏡かけてくたくたのスーツで前かがみになってるみたいな風刺があるんですけどあれのモデルがそいつだ違いますあとなですかね見たことある絵 なかる風刺画って発想は合ってるそもそもまあそうですね風刺画あ風刺画は合ってんだ風刺画まあそうですねあんな感じの絵ですえ俺出てきてる風刺画今あれしかないんだけど第二次世界大戦の時にみんなが釣り竿を探してんか漁夫の利を狙ってるやつもいるよねみたいなあとケーキをたいなしてるやつですよね有名なので言うとああケーキを取りしてるやつそれあんまピンとこない領土分割だと思いますけど列強がこう植民地のケーキを領土分割てああ見たことあるかも言われたらはありましたけど だからあれの釣りをしてる人とかケーキを分割してる人ではないですかそうですね違います、ね、だとしたらめっちゃむずいよね分、ね、かんない,なないん、ね、風刺が思いつかない分かん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 ない分かった人かった何 正解です。あー見たことあるわー,ーこれで、これで、な、なんだっけこれで足元が見えるだろうたいなっ見える明るくなったら、どうだい明るくなったろうそうそうそう。ああ<ー>それだーそれかその絵見たことあるわそれやなるほど気持ちいいなるほどすごー,ーすげーえだからあれだ、あの腕踏んで後ろでちょびぎ生えてて、小太りの ハゲたメガネかけてないおじさんだあのうんそうだっけもっと背広で割りと背広ですよ背広ですけど小太りでしたよねした小太りだ小太りだと思いますよ足をなんかちょっと広げた状態で下を向いて<ー>目はなんかクリクリして丸かった覚えがあるへよく覚えてるねそんな手っぺんハゲてるよね確かちょっとそこまで覚えてない、ね、<ー>なんかそんな感じだと思いますね水野さんやっぱ図で覚えますね今かけてられたらなんとなく書けますよ多分すげえな だっ,ったとどうだい,うだい明るくなったろうとか書いてあったなーっていう、はい、それでしか覚えてないんで記憶方法も違うなって今別の驚きもありました確かにそうですね <laughs> なんとなこんな感じのこと言ってたっていうことしか覚えてなかったんで函館、うん、の料亭で第三罪の後に玄関で履物を箱,をし,たと箱を落としたとした時に暗くて見えなかったので懐から100円札当時の最高額の紙幣の束を取り出して火をつけてで芸者が驚いて消そうとして そ,がそんなんいくらで花は髪なんか何にするかといってさらにもっとどんどん出していって花も出てないのに花を吹くまねをしてみせたっていうそれに対して反旗を翻した人たちがゼロル PCA を発行したわけですよね。<laughs> 前の問題これで美しいストーリーができましたね。できいで,できてないです。またオンゴールですか。<laughs> そいつへの反対からゼロル PCA がすられるようになりましたと、さえエウレーカ。ー。さボール持ったら前行きましょう。<laughs> まずは、基本中、顔を上げて前にましょう<私>仲間がいるちゃんと攻めた方がいいですね。 いやでもいい問題だわえっ、ー、とだからおさらいするとあの成金、えー、札に火をつけた人がもともと分割される前の36か線がを持っていてそれがバラバラに分割されたっていうのが1919 19年の出来事だったってことですね、うん、そういうことです、ね、めっちゃ気持ちいいこれ面白いしすげー膨らみがある途中ぐらいからもう、えー、とこれトレーダー的にはどうだとかリスナー的にはど,どこを編集したらいいんだとか全部忘れて普通にめっちゃ真剣に考えちゃったんですけど大丈夫かなっていうことだけは気になってますねでもね問題の質が素晴らしいから これはね、響きますよ、リスナーに。めちゃくちゃ面白い、これ、うわー、てたーなるほど、これやって思ったけど、なりきんのあの絵ですって言われて、あー、それってなるのは、やっぱり義務教育やってよかったわよかったね、そうだね、マジで。何それってなったら、全然楽しくないもん、大人になってからあの絵見ても覚えられない、教科書の資料紙めっちゃ載ってるから、あれはね、助かりました、そうだね気持ちいい。 そうだあ、ね、とで1個情報付け足しとくと、はい、僕インテリ悪口本の執筆中に、はい、あの当時の海外の人が日本人を風刺画でバカにしてたっていうリサーチをするためにジジョルジュ・ビゴーの本2冊ぐらい読んだんだですよ<ー>そのせいでもうジョルジュ・ビゴーが書いたマイナーな風刺画の情報がずっと頭の中駆け巡ってて <laughs> もう邪魔で邪魔で仕方ない <laughs>。 逆にその挙句だって領土文化としてケーキを列強だったりそれは覚えてないわそれも美豪なんだおそらく僕ももっとマイナーな美豪が日本人を猿に例える風刺画っていうが4種類ぐらい頭に浮かんでます見たことないわマイナーな風刺画ばっかりへえ高校生の時にさ僕もさ美豪の絵面白いなと思ったんですよ 現代の似顔絵にも通じる部分もあるだろうしうそ,う、ね、それからその切り取り方みたいなのも面白いじゃないですかカリカチャーですからねあれはそう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 あの時に堀本さんみたいに美碁、うん、のリサーチとかしたらよかったなって思いましたね今たああそうだねちょっと面白いなって思った段階で調べたらテンション上がるし知識も身につくしねそれちょっと書籍企画としてあの温めてるというかずっとなんでこの「うん これに関するテーマで面白い本ないだろうと思ってること、ずっとあって、しかもそれはその義務教育で。得た知識で、うん、この人の本、絶対面白いものを書ける人いると思うんだけどなと思ってるのが。うん、新井白石。新井白石って政治家としてもめちゃめちゃ有名だけど、<ー>著述も有名で。あ、そうなんだ。そう、あの、だから文化人とか、学者でもあったんですよね。<ー>だから、なんかこう、日本人なんだけど、まあ、例えばてなら、あ そのダヴィンチみたいな、うん、その才能がいっぱいあった人なんですよ。なんタレントだと僕は思ったんですよ<ー>。勉強した時にねはい、はい、義務教育で。でもなんか荒井博石って大河ドラマの主人公にもなったのとか知らないし、うん、歴史小説とかでもなんか。 ま、僕は歴史書数あんま読まないからあれですけど、面白く書かれてるって聞いたことないし。お恥ずかしい話、僕、荒井白石何した人かあんま分かってないっすね。あの、僕も今出てきてないですけど、シドッチを尋問しました。シドッチを尋問したのシドッチって誰シドッチは、友達の。友達みたい、なあだ名みたいなフォーマットだけど、シドッチ。いや、違いますよ。シシドユウをあだ名でつけて、シドッチて知りながら、あの、日本人じゃないです、まず。シシドさんじゃないシドッチっていう人がいるんですね。はい。えっとね、八代将軍うん。 吉宗の時かな、うん、えっと荒井白石あ違うな<ー>えっともうちょい前か大老みたいなすごいこしえっとね荒井白石はうわーでも重役です<ー>重役でえっと実質的にその将軍と一緒に、うん、え政治をかなり執り行ったりな,なんかその老中みたいななんか大老みたいななんかそういうラインの老中とかそんな感じだったと思うんですけど、うん、でその彼がやった功績でよく挙げられるのがその しどっちを尋問したこといや功績としてなんか悲しくないしどっちを尋問したことだから、当時って鎖国、今の日本史では鎖国ってあんまり言わないというか、実際には4つの口があったと、出島とかで海外との交流があったので、今、鎖国ってあんまり言わないのえっとね、ごめん、言わないというか、従来の感覚、つまり江戸時代は全く海外との交流がなく、文化も断絶していたっていうのは、そんなわけではない。たと っていうような、まあ、そのでも言っても限定的じゃないですか海外との交流は。そこでそのシロッチがどういう形で日本に来たのかもあんまり覚えてないんですけど、うん、要は彼からそのオランダとかの進んでる科学とかの話をいっぱいあるはず、うん、はって聞いてでそれをもとに本をどんでああそっかだから尋問って僕のイメージがもうなんか薄暗い部屋で「おいお前何のつもりだ!」みたいなこと言ってるのかなと思ったんですけどではなくて。 いろいろ技術とかのことをヒアリングしたってことのはずなのに教科書に必ず尋問って出てくるからお金なと思って僕覚えてるんですよそれで覚えてるんだねシドッチを尋問っていう響きだけ妙にすると出てきたもんねシドッチを尋問だけそう。カノッサの屈辱シドッチの尋問 でも荒井白石はそういう意味でいろいろなタレントというかがあるんだけれどもあんまり評価されていないので一般書とか読みたいなと思っていたんですよ。でもその時にリサーチとかしてればね荒井白石ちょっと書籍ないならとりあえずあるもの読んでみるかみたいなこととかやったりすればもっとなんか切り口見つかったりとか今みたいなそのうっすらした記憶じゃなくていろいろすらすら出てきたんだろうなってすごい思いますね。 それ面白い、ね、なんかさそのマイナー人物の発掘って結構やっぱ勇気いる作業だったっぽくてはい、はい、うわめちゃくちゃ曖昧だなあのシェイクスピアがさ「はい、ヘンリー8世」はい、違うわ。 あもうなんか忘れましたけど、任意のもの、任意性。うん。はいはい。だから、<laughs> N、M 性。類1 6性の可能性もあるけどこと,うはと <laughs> N、M <N> 性。<laughs> N の二乗じゃん。N、M 性。別のそう、別のね。N、N M 性です。N、M 性。まあでも、N 性の方がいいな。任意の自然性 N、ねか M、とか A にしましょうか。そうですね。だから、X、N 性。はいはいはい。<laughs> っていう。<laughs> シェイクスピアの <laughs> 方もあってはの数です XN <laughs> 世を描くってなった時にあそんなマイナーな人物を題材にするんだとやっぱ人気あるのはその「なんとか戦争」で英雄になった「なんとか何世」とかだからはい、はい、この「XN 世」を選ぶのは珍しいねっつってはい、はい、結構まあ叩かれたりとか「はい、そんなもん面白いわけなくない?」って言われたりしたっていう話をシェイクスピアの伝記で読んだんですけどうん、うん、だから。 マイナーー人物の発掘でででもそれが本当に多分バリューある仕事じゃないですかそうです、ね、みんな知ってる物語をもう一回やってもしょうがないわけではい、はい、それ日本史とか世界史とか今勉強してる人がやると楽しい取り組みかもしれないね。そうすねだから荒井白石は割と教科書の太字になるようなレベルの人間なのでうん、うん、そんなにもうなんなら有名な人だと思いますけどうん、うん、まさに美剛とか、うん、もっとこう。 忘れてるけど、そういえばこいつ結構すごいことしてないみたいな。柳沢勝安みたいなやつとかいた。柳沢勝安全く知らんわ。とか。今村茂秀とか。あ聞いたことないわ。なんかあの多分財政やった人だったと思うんですけど、今さ財政のこととか勉強するとよく江戸時代あんなに財政うまくいってるとかとか思う。経済統制えらいインフレを起こさないようにするとかってめっちゃ大変だからデフレもインフレもそうだけどその辺とかも今面白いね調べたらね。やるとねそう面白いだろうなと思いますね。 うん。だか前もねちょっと紹介しましたけど大阪道島米一場とかも読んで僕めちゃくちゃ面白かったですから。そうか米ってそんな強烈な為替取引だったんだとか為替じゃねえな。えっと先物ですか。先物取引強烈な先物取引だったんだとかめちゃめちゃ経済動かしてて偉いなって思ったんでそういうとこに大人ならではの視点で着目しながら歴史の学び直し楽しいですねこれ多分。あの田沼とかね。うん。置き継ぐ。はい田沼置き継ぐ老中彼はかなりその公共党公共政策。うん。 インバ沼の,の開拓とかやってで賄賂が横行して一般的に悪かったって言われがちですけど研究者によっては結構褒めてるというか意外と墨良かったんじゃないかっ,かって言ってる人とかもいてただそれこそあれでしょあの有名な教科でしょ、えー、と今はき、ね、田沼の濁り恋意識みたいなやつあるよねそうですねありますねありますねそうなんかだから割とそのステレオタイプに勉強するとなんだこいつダメじゃんって思う人がうん、うん 有能ななんんじゃいいいかと思って読んだりするのもも楽し,いしそれも面白いね日本史ちょっとやり直したくなってきたな歴史勉強タイム歴史勉強会ちょっとやったら面白いかもしれないですね一旦イルゲン学園賞一年ぐらい更新やめますから <laughs> 一回歴史の勉強をね集中してやる、はい、っていうかさ教科書買ってきてさ山川の。はい 日本史と世界史買ってきてさ同時に読むっていうのどういいねこれいい企画やるかやろうぜこいつ地味にすごないみたいなねえ全然気づかなかったけどこいつすごいぞっていうのをシェアできたら面白いし確かにねコメント欄も盛り上がりそうだしああだあれこれいいのでは企画思いつきましたねやりましたねちょっとやってみますかやってみましょう今度はいはいはい一応裏取りしましたけれども柳澤片恭という人間は存在せずに正確は松平かたもりでした はぁ、あ、えー、ちょっと待って。はい、あの、シーンで、関係各所におわび申し上げます。<laughs> <っ> <laughs> さ、エンディングですこれ待って待って待ってそれで終わりねそれで終わりねえっと水野さんがこういう人物だよねって言ってあげたのが柳沢片安で本当はなんかちょっと間違ったんですね多分柳沢片谷片森みたいな感じだったそうですえっと松平片森ですすいません何もあってない怖い柳沢先祖の方皆様におわび申し上げます松平片森を覚えてたのにそれを言おうとして柳沢片安って言ったのそうです <laughs> はい、なんで。 なんで化けすぎじゃないいやえっとね普通上の名前と下の名前と違わないまず読み方が難しいんですあそうなんだだから素直に読むと森とは読めないんですねこれ保険の方なので松平かたもああ本当だめっちゃ読みにくいわ保険の方なのでこれ「やす」って読むかなと思ってヨーのように保険の「方で肩森りなんだあこれ難しいねでそのようが肩なのは覚えていたんですけど油断しましたそこで肩は大丈夫だったんだけどやすと森を取り違えた関しますね 高校時代の友達の名字当てはめて可能性もありますまあしょうがないよね高校時代松平片盛のこと勉強しながら柳沢と喋ってたからそうなんですして柳沢片盛になっちゃって可能性もありますしかも読み方間違えて柳沢片盛になっちゃう肩が合ってるんで実質オッケーですだって検索者出たし原警がね原警が空押して残ってすごいテセウスの船みたいな議論になってきましたね柳沢片盛はギリギリ松平片盛いいでしょう合格ですありがとうございます あとですね、裏取りついでに、武藤君が裏で、シェイクスピアの僕が言った XN 世、調べてくれてたんですけど、XN 世というタイトルのシェイクスピアの戯曲がいっぱいあるらしくてですね、候補が多すぎて絞りきれませんということでしたので、XN 世のままです。そうです、裏取ったんですかそうです、僕が今回エピソードで紹介したのは、XN 世でした。よろしくお願いします。2位のもの入れられるんでね、皆さんの想像の余地が広がると思います。ということで、 今回も「うんちかよれいかクイズ」「ゆる言語ごラジオサポーターコミュニティ編」をやってまいりましたえっと3問っていうか、まあ、実質4問実質四問でした、ね、私は2問答えましたが、うん、あやべ俺1問も答えてねえわ多分あじゃあ 次回は僕サボるので堀本さんにおっていただいて <laughs> いやでも前回俺一問当てて水野さんゼロだったからはい、はい、あのー、帳尻が合ってないなまだ合ってないなそうですね<そ>はいまだ合ってないなちょっと次回こそ僕は頑張ろうと思いますそして皆さんは僕らに勝てたかどうかもね <laughs> コメントとかで教えて頂きただいた、ね、コメントでね教えてください、はい、あとゆるゲンゴグラジオサポーターコミュニティ引き続きサポーターの皆さん募集しておりますので、はい、まあ一緒にうんちかゆる学クイやりたいぞという方はぜひ月額1000円から入れますのでご加入をご検討いただければ幸いでございます、はい あと引き続きゆる学徒カフェでもうんちくえうれかカード販売して皆さんで遊べる遊げる <laughs> 活用間違えちゃった <laughs> 遊べる環境を整えておりますのでそちらもよろしければ実際お越しになってみてください以上今回も終わりにしましょうありがとうございましたありがとうございましたゆる言語学ラジオの初の書籍が出ましたこの本の中身はえっとおなぜ今えー、っとって言ったんですかあのー、じゃダメなんですか いやいや全然わかんないですけどその答えがわかるのがこの本です。面白そうですね概要欄にリンクがあるので是非皆さん見てみてくださいね。